アクリル絵の具、アクリル絵の具、アクリル絵の具、アクリリックペントは、アクリル樹脂を固着剤に用いた絵の具。近代的な石油化学の発達によって生産することが可能になった絵の具である。厚塗りなど油彩絵の具の表現力と水洗いが可能な水彩絵の具の扱いやすさを兼ね備える。アクリルガッシュでは、水彩ガッシュの代用品ともなる。自作が困難で、 メーカーやブランドの異なる製品の併用に難があるといった性質がある。固着剤の加工について、絵画材料と絵画技法に関する著作では言及されず、伝統的な絵の具とは性格が大きく異なる、批判的に考察されるものである。現在一般に購入できるアクリル絵の具のほとんどは水溶性である。乾燥が極めて早く、乾燥後に耐水性となる性質から、 手軽な絵の具の一つである。アクリリックスは当初工業用途として開発されたものの、メキシコ壁画運動に加わったディエゴリベラ、ダビット・アルファロ・シケイロス、ホセ・クレメンテオ・ロスコラが壁画に適したペイント、塗料、絵の具を求めたことから、描画に適した製品の開発が進められた。商業用絵の具として発売された最初のアクリル絵の具は、 アメリカ合衆国の母空が開発したマグナという製品で溶剤型の絵の具である。マグナを使った作家として、モーリス・ルイス、ロイ・リキテンスタイン、ケンノー・ランドなどがいる。その後、1958年にアメリカ合衆国のパーマネントピグメント、現在は、コルアート酸化がリキテックスの商標で販売を開始した水性アクリル絵の具により急速に普及した。アクリル絵の具は、 アメリカ合衆国の企業が大手筋であり、製品も多い。固着剤の性質に由来する、検食成分の少なさなどから、いわゆる塗料のような性質も備えている。アクリルラッカーやエナメル塗料の類縁である。溶剤型アクリル絵の具と、水性アクリル絵の具とがある。マグナの商標で販売されたアクリル絵の具は、1940年代後半に、米国母校舎、現在は、 廃業によって開発された絵の具で、溶剤に溶解したアクリル樹脂を転職剤として、顔料を練り込んだ絵の具である。近代の新しい絵の具として、モーリス・ルイス、ケネス・ノーランド、ロイ・リッキ・テンスタインなどのアメリカのアーティストを中心に使われた。現在はほとんど使われていないが、マグナの技術は、マグナ開発者のサム・ゴールデンが1980年に、 創業したアクリル絵の具製造を専業とするゴールデン、アーチストカラーズインクにおいて、修復用絵の具の MSA カラーに引き継がれている。また、この MSA カラーを壁画などに用いる場合も、稀にある。マグナは乾燥後も溶剤に可用であり、除去が比較的容易だったために、絵画修復の補塞作業にも用いられたが、MSA カラーほどには溶解性は高くない。出展。 ゴールデンアリツッツカラーズインク、ウェブサイトヒストリー、https コロンスラッシュスラッシュ www.goldenbaints.com スラッシュ h i s t o r y インパクトオブモダンペインズ、ゴールデン講習会資料等、1998から2009年、バイマークゴールデンオブゴールデンアーチストカラーズインク、アンドターナー色彩。 水小アクリル絵の具は、顔料にアクリル樹脂エマルションで練り上げた絵の具である。水彩絵の具と同様に水に溶けるが、乾燥すると優れた耐水性を示す。耐光性にも優れ、屋外に使用できる。接着力が大きく、紙やキャンバスだけでなく、金属、ガラス、コンクリート等様々な指示体に描画できる。また、油絵具と比較すると速乾である。 水溶性を生かした透明水彩絵の具に似た技法から、耐水性や速乾性を生かした厚塗りの油彩的手法まで、様々な技法を用いることができる。また、様々なメディウムを混合することにより、光沢や年長度等を調整して、さらに多様な表現が可能である。絵画以外にも、壁画や装飾、模型、アニメーションにおけるセル画の着色、アニメカーを参照などに用いられる。 また、顔料単体に似た発色をする、艶消しのアクリルガッシュもある。アクリルガッシュは、種として、耐水性を付与された、デザイン用途での絵の具としての性格を念頭に、作られた絵の具である。固着剤が、いわゆる水性アクリル絵の具より少ないことや、鮮やかだが耐、光性のない暗量がしばしば使われていることから、耐久性、耐、光性には、難がある。ゲルメディウム。 モデリングペーストなどを混ぜれば、極端な厚塗りも可能である。アクリル絵の具は、速乾性の効率的な絵の具であり、人工物としての性格が強く、デザイン以外にも多く、ポップで軽快なテイストのイラストなどに用いられる。ただし、削り出しなど工夫によって重厚な画風とも調和しュる。アクリルガッシュは、水分が蒸発することで塗膜が固化するので乾燥は、早く、 効率的に描画できるので、美術系大学のデザイン科などの入試における、平面構成やイラストレーション、建築のパースなどに用いられる。アクリルガッシュを国内で最初に製品化したのは、ターナー式サイン ?1982 年だが、それ以前に、イギリスのジョージ・ローニー社、現在は、誰やローニーが1970年頃に、アッコリリックデザイナー。 S ガッシュの品名で商品化していたもののほどなく、廃藩となった出展、出典ジョージ・ローニー1970年版カタログ、ターナー色彩ウェブサイト遠隔。だた数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。